ホースルの共有地で私が目にしたのは円筒が横たわる巨大な穴を囲む二十人ほどの小さな人の群れだった地面に埋まった巨大な物体の外観についてはすでに説明した通りだ周囲の芝土と砂利はあたかも突然の爆発によって焼け焦げたかのようだった 衝撃によって発火が引き起こされたことは間違いなかった。ヘンダーソンとオグルビーはいなかった。今のところできることは何もないと考えて、二人はヘンダーソンの家に朝食を取りに行ったのだろうと私は考えた。穴の淵には四五人の少年が座り込んでいて、足をブラブラさせながら、私が止めさせるまで、あの巨大な物体に石を投げていた。 私が注意した後、彼らは見物人の集団に触れて回る遊びを始めた。中には自転車に乗っている者も,も何人かいた。それから時々私が仕事を頼んでいる植木屋、赤ん坊を連れた少女、肉屋のグレッグと彼の小さな息子、それに普段からあたりをうろついている暇人が2、3人と、 普段は鉄道駅の周りにたむろしているゴルフキャディたちだ。彼らはほとんど会話をしていなかった。当時、イングランドの一般の人々の中で、ぼんやりとでも天文学的知識を持っている人間はごくわずかしかいなかった。彼らのほとんどは黙ったまま大きなテーブルに似た円筒の端面を見つめていた。 それはまだオグルビーとヘンダーソンが立ち去った時と同じ状態だった。この生命とは程遠い物体を見て、焼け焦げた死体の山という彼らの機体はしぼんでしまったのだろうと私は想像した。私がそこにいる間にも何人かが立ち去り、また新たな人々が来た。穴の中に這い降りた私は、 足の下でかすかな動きを感じたように思った。物体の上面は間違いなく回転するのをやめていた。近づいてようやく私はこの物体の奇妙さをはっきりと理解した。実のところ最初に目にした時にはひっくり返った馬車や道に倒れた木の幹とさして変わらない興奮しか覚えなかった。しかし確かにこれはそれらとは違った。 まるで錆びた浮きのようだった。その物体の色の濃淡が普通の酸化によるものではないことに気がつくには相当な科学知識が必要だった。蓋の部分と円筒の間の裂け目に光る黄色がかった白色の金属は見慣れない色合いをしている。しかしほとんど見物人にとって地球外という言葉は全く意味不明なものだったことだろう。 その時私自身にとってはこの物体が火星から来たものであることは明白になっていたがその内部に何らかの生き物がいるというのはありそうもないと思ったネジの回転はおそらく自動化されたものだろうと私は考えた以前にオグルビーには反論されたが私は未だに火星には人間がいると信じていたこの内部には 書類が収められているのではないかと私は想像した。おそらく翻訳には多くの困難が伴うだろう。あるいはコインや模型といったものが見つかるかもしれない。しかし未だこうしたアイデアを確信するには至っていなかった。円筒が開いたところを見たくて仕方がなかった。11時頃になっても何も起きるようには見えなかったので、 私はこうした考えに頭を膨らませながらメイベリーの我が家へ歩いて戻った。しかし普段の自分の理論的研究に取り組もうとしても仕事が手につかなかった。午後になると共有地の様子は全く違うものになっていた。勇敢士の早番は大きな見出しでロンドン中を騒がせていた。 声から届いたメッセージウォーキングの驚くべき事件といった具合ださらにオグルビーの天文学交流会への電報によって国内のあらゆる天文台が沸き立っていたウォーキング駅の乗り場からの67台の一等建て馬車がイザバの脇の道に止まっているチョブハムからのほろつきの二輪馬車や もっとずっと立派な四輪場所も止まっていた。他にもとてつもない数の自転車があった。それに加えて、この暑さにもかかわらず、ウォーキングやチャートシーから歩いてきたに違いない大勢の人々だ。あたりはものすごい人混みだった。中には派手なドレス姿の女性も一人二人いた。実に暑かった。 空には雲一つなくわずかな風も吹かず散らばって生える松の木々がわずかに日陰を作るだけだ燃えていたヒースの火はすでに消えていたがオターショーの方の平地は見渡す限り黒く焦げていてまだ煙がまっすぐに立ち上っていたチョブハムロードの目ざといカシュ売りは 青リンゴやジンジャービールを積んだ二輪の手押し車と一緒に自分の息子を送り込んでいた穴の淵へ行ってみると56人ほどの一団がそこに陣取っていたヘンダーソンオグルビーそれから背の高い金髪の男だ後で知ったところによるとステントという名の王立天文台の所長で スコップとをを巧みに使う作業員を何人か連れていたステントはよく通る甲高い声で指示を出しているところだった彼はあの円筒の上に立っていて円筒は明らかにさっきよりも冷えているようだった彼の顔は真っ赤で汗が吹き出ていて流れ出していた何かが彼を苛立たせているようだった 筒の大部分は掘り出されていたが、それでも下の方の端はまだ埋まったままだった穴のふじに集まって見つめる群衆の中に私を見つけるとオグルビーはすぐに降りてくるよう呼んでこの荘園の主であるヒルトン教に会いに行ってくれないかと頼んできた彼によると増え続ける群衆とりわけ少年たちが 自分たちの採掘作業の深刻な障害になりつつあるというのだ。簡単な柵を設置して人々を遠ざけたいというのが彼らの望みだった。彼が語ったところによるとまだ時々物体内部からかすかな物音が聞こえていたが手をかけられるところがないために作業員は上面を開けることができないでいるらしい。物体の壁は かなり熱いように見え、私たちにかすかにしか聞こえない物音も内部ではかなりの騒がしさである可能性があった彼に頼まれて私は大喜びで手を貸すことにした出来上がる囲いの中に入れる特権的な観客の一人になれるのだ屋敷ではヒルトン峡に会うことはできなかったが 六時のウォータールー発の列車でロンドンから戻るはずだと告げられた。それが五時を十五分ほど過ぎた頃のことだ。私は家に帰ってお茶を飲むと彼を待ち受けるために駅まで歩いて行った。